台風15号による千葉県を中心とした大規模停電について、東京電力の小早川社長が菅原経済産業大臣に復旧の見通しが甘かったことを陳謝しました。被害の全容を把握できていない中でですね、過去の経験に基づいて、早期の復旧見通しをお示ししてしまったことにつきましては、被災者の皆様に大変なご迷惑をおかけしましたことにつきましては、改めてお詫びを申し上げます。小早川社長は東京電力の社内にも委員会を立ち上げ、大規模停電について検証すると伝えました。これに対し菅原大臣は、復旧可能な時期を見誤ったのが混乱の一番の原因と指摘した上で、再発防止を求めました。一方、小早川社長は関西電力の幹部らが3億円以上の金品を受け取っていた問題について、東京電力で同様の事例はないと述べました。